黒島神宮は愛媛県新浜市にある神社である。式内商者の黒島神社に否定されている。旧社格は県社、大山積神、この花咲く弥姫、雨の港主の神を主催神とする。黒島神宮がある黒島は現在は陸続きになっているが、昔は離島であった。島内の樹木が黒々と茂っていたことから黒島と呼ばれたという。 黒島神宮本殿、この花咲く八姫の神徳による安山祈願の神社として長く尊崇を受けており、古くから地域及び安山守護の神として深く信仰を集めている。詳しい創建は不明だが、多くの王女の逸話よりこの地に祀られたと伝えられていることなどから、創始は古く奈良時代頃だと考えられている。弟子さん気づいた時に黒島に立ち寄り安山祈願をしたところ、 無事に多くの王女を出産したという古くからこの地域で伝えられている伝承。南北朝時代には南朝の直眼書とされていた。江戸時代には最上半祈願書六社の一として高二国を寄進されている。祈願に訪れた際に安山石を一国持ち帰り、無事出産した後にお礼として二国にして返せば、その子は健やかに育つという。創始は大和七神社。 他神宮と同じく奈良時代との言われがある。黒島神社の椿群生林として新居浜市天然記念物に昭和60年12月5日指定された。芸与地震により3期あった鳥居がすべて倒壊。その翌年に鋼鉄製で新しく一基が建てられている。ありがとうございます。